ーです。今日はここどちらですか？メキシコ。長旅でしたが到着しましたよ。疲れた。結構素敵な部屋なんだよね。人形がすごい綺麗な鳥の巣みたいな。あとは学校にあるけど海でハンモックがあって、そしてみんなプール泳いでる。ホテルシカレメキシコというホテルです。なんとオールインクルーシブ。家は食べ放題、飲み放題。お酒もコンビです。くさく。ってことは、どこのレストラン行ってもスナックスタンドに行ってもちょうだいって言ったらただでもらえる。これをかざせば、ね。そう。フリー。フリーじゃなくてもう払ってやる。だから元取ってね。いやめちゃめちゃお金さっき払ったんだよ。もう思ったより高くて困る。シゼロ歳シゼロ歳って言われてシゼロ歳って言われてってなったんだけどね、こう。1週間ここに滞在しますということは1週間食べ放題生活です。今回検証させていただきたいと思います。1週間食べ放題飲み放題で過ごしたら人は何キロ太るのか。なるめっちゃ食べるけど1日で。よし、まず体重計に乗ってもらいます。で1週間後の体重わかりますからね。じゃあマザーから乗ります。カメラの込みで乗りますね。このカメラめっちゃ重いんで、あの本当の体重じゃないと思います。120キロ。100キロ。いきますよ。ママから100キロぐらいはいってて。じゃん。46キロ。太ってる。次カボちゃん。カボちゃん最近背が高くなって体重も大きくなってじゃない。27.6です。そしたら次せんちゃん。23.9。そしてパパは？いきます。 63.8キロ。これから夜ご飯から食べ放題スタートしますよ。素敵なんだけど、ご飯行く途中の道。やばい、レストランの入り口すごいんだけど、すごいすぎる。すごい、いろんなものすごくしてる。すごくない？ちょっとちゃんとマネージングされます。バイバイ。また ベルが違う。めっちゃやばい。酒を飲まないと無理だ。一気飲みじゃん、パパ。大丈夫、酔っ払わないでよ。せいさん、まさかのパスタ2杯目です。やばいよ。どうぞ、食べてください。サッカーおばあちゃんに入る。
このために生きてる。このために生きてる。もう一度試したはずなのにまたパンを食べてきましたね。飲み放題ですよね。飲み放題でもあります。いやいや、もういいじゃない。食後にアイスクリームを食べてますよ。あそこにね、行ったらアイス何個でもくれるらしい。せいは、これ何味？レモン。かほは？チョコ。かちゃん、おかわりするの？わかんない。Soon after。かほちゃん、おかわりです。食べ放題だからって何か食べるの？今回はキャラメルだね。食べ終わった後に早速体重計に乗りたいと。どうぞ。せいも28.3。 せいちゃんは 23.9。 24.9。 1キロ。パパ 64.8。 みんな1キロ焼く。ゴー。46.5。 0.5キロ。あれあれ、ママだってお酒飲んでないもん。一杯しか飲んでない。ちょっと元取んないと。元もっと飲んで食べて。頑張ります。飲んだら焼いてくれるから。めっちゃ甘くない。あとはいいよ、食べて。いただきます。おいしい。オムレツ。オムレツ。おいしい。オッケー。 Moments later。 お昼ご飯です。ちーちゃんは今日はエビ、かほちゃんは魚、パパはエビとか魚とかで、おはぎや。いただきます。昼からビール最高。おいしい。めっちゃうまい。チーズの。かほちゃんデザート。甘い。甘い。じゃあそれ一つ入れて。甘っ。やばい、素敵。またやばい。乾杯。何に塩がついてるの？おしゃれ。美味しくなるよ。パンシーにコーンがタイの上に乗って出てきましたよ。はい、いいよ。シーフードの味がする。うまい。はい。おー、緑だ。エビおいしい。やばい。けんちゃんはパスタ追加しましたよ。おいしい。グッパスタ、グッパスタ。やばい。パンチーお肉が来ましたよ。やわらかい。パンチー、いただきます。パンチー、ほぐれる。ご飯がいる。これ、ご飯がいる。残念。ここはママは本日のお魚レッドスナッパーだからタイだね。パパはエビが来ましたよ。これ絶対美味しい。うまい。なおちゃんデザートいきます。甘い。甘い。生地をしたした。おいしいよ。パパもいただいたら。あれ、ここに来た。せいがパパの上に乗ってて身動きが取れない。ベイビーがいるよ。ベイビーです。
かり食べたね。昼は食べてないよ。そうなんだね、昼おやつも食べようと思ってたのにアクティビティ忙しくて。ちゃんと元取ってくださいよ。だからこんな食べてお酒も飲んでんじゃねえかよ。ちなみにママこれ3杯目です。3杯目いきます。 The next morning、 かほちゃんはパン頑張りとお肉、このドーナツ気に入っちゃったんでしょ。そう、せいちゃんも気に入ったオムレツと、今日はトマトスープ。おいしい。パパはなんかいっぱい持ってきたね。いやちょっといろいろ食べたくてね。ベーコンソーセージ、ピザビア、チキンブレーク、スープ、クロワッサン、ライス。うん、ビーチの外にあるレストランに来てますよ。お酒いただいてます。3日連続でお酒飲んでる。パンシー落としが来ましたよ。キャロット。あ、キャロット美味しいかな。美味しいけど、ニンジンだ。バルサミコ酢つけて、はい、ただのニンジンだ。これはニンジンです。人参をファンシーにしたんだ。はい。これがファンシーレストランのテクニック。ビールカルパッチョ来ました。やっぱライムをかけて食べて。ファンシーにして。A few moments later. 生牡蠣取るの忘れました。カオトセイはクラムチャウダー。クラム何する？出汁の汁。するクラム入ってない。でも出汁の汁くるんだ。トマトスープかな。ちょっとスープにはうるさいです。バイ。ここ酔っ払いだよ。ここまでで結構出ましたけど。結構。メイン講師です。カホちゃんステージ。ドン。なんか柔らかくて美味しい。しんちゃんはこれも美味しそうなパスタが。パパはシーバス鈴木ですね。おー、パスタ投げてた。美味しい。やばい。ちょっとぐらいね。まあ、ジューシー。ママはツナです。ママは映さない。じゃあ、いただきます。いいか。The next day。朝食はいつもと一緒ですね。うまっ、うまっ。せいちゃんはママと一緒にスープと。はい、こちゃんは甘いからね。そのままお肉おいしい。Many hours later. お昼何日目だ。これがトースターだ。まあ、タコスのちょっと硬い感じ。じゃあこれ、まあ、どうやって食べればいいの。うん、うまい。シーチャーサーモンカルパッチョです。どうですか。うまい。いろいろ来ました。スープセビーチェっていうメキシコ
この料理。ちーちゃんはリンクご飯。かこちゃんは今日のお魚にご飯。うん。これはエビですね。これ味付けて。確かに辛い。感じ。夜ご飯まで待てないということでハンバーガーもらってきましたよ。結構強気のハンバーガーって。いただきます。おやつにハンバーガーすごいね。うん、おいしい。おいしい。すごい。おいしい。これおやつって言っていいの？もう夜ご飯じゃない？おいしい。おいしい。24 hours later. 今日夜ご飯はまた新しいメキシコンレストランに行ったんだけど、天気が超綺麗で、やばいよ。8時になったらライトのショーがあるんですよ。サラサが来たんですけど、ちょっと辛い、少し辛い、めっちゃ辛い。めっちゃ辛いってみて。そんな辛いのか。メキシコ人のめっちゃ辛い、やばいよ。辛辛っ。何これ。バーイ。一品レシピからです。かほちゃんのは牛タン。なんかわかんないから。もうエビ。あ、意外な味だな。牛ちゃん苦手。美味しい。ママは魚介サラダ。パパはトスターラーっていう。シーフードトスターラーめっちゃ人気のってるけど。いろいろって書いてあったからなんかよくわかんない。グラスホッパー。グラスホッパー。これグラスホッパーって。夜ご飯食べ終わったんですけど、デザート食べたいっていうことでビュッフェに来てます。これはチョコケーキ。こっちがチロスだよ。チョコレートムースだね。ちょっと待って、ジェラートもあるよ。どうする？わかんない、わかんない。いっぱいありすぎてわかんない。 A few moments later。 うわー、やばー。あれ？え、パスタ食べてるの？どういうこと？ジェラートじゃなかったの？おいしい？ボロネーゼ。ボロネーゼ。パンナコッタ。おいしそう。おいしい？酸っぱい。今日の朝食はって言っても昨日もそうだったんだけど、昨日取ってなかった。ルームサービスです。母ちゃんはフレンチトースト。せいは早速生オレンジジュースで一気飲みした。フレンチトースト。
せいちゃんはオムレツとベーグルサンドをママと分けるんだよね。はい、いってよ。結局オムレツはね、ルームサービスにしてもね、うまい、うまい。そしてなんかパン盛り合わせがいっぱい来てる。パパはホットケーキ。何のビール？うわ、フレッシュです。太ってるかしらね。ママは自分太ってるんです。背も太ってると思ってます。背も太ってる気がする。朝からこれだけ食ってるからね。普段はあの米と味噌汁とかだもんね、うん、今日はなんと日本食久しぶり。まさかの味噌汁が急すぎ入って、急すぎ入ってからの味噌汁。じゃあ日本サイズ、せーのがさん、はい、いただきます。なんか味噌汁ではないんだけど美味しい。味噌汁じゃないの？匂いが違う。豚骨スープみたいな。かおちゃんは味噌汁と餃子です。餃子ですか？ニラが入ってない。ネタが入ってない。肉しかない。ただの肉。美味しくはない。やっぱニラが入ってないとね、ちょっとね。メキシコの寿司でした。せー、何から行く？サーモンから行きますか？グッズ寿司かな？すごいな。美味しい。美味しい。うまっち。うまい。ボリュームがすごすぎて。行きます。美味しい。うまい。焼き鳥ではない。焼き鳥ではない。焼き鳥ではない。これはラーメンっぽいぞ。ラーメンっぽいぞ。どう？さっきのスープですね。さっきのスープですね。さっきのスープですね。同じスープや。あーでも麺はまあまあ美味しいかも。いや悪くないよ。7日間が終了して本日チェックアウトしますが、食べましたか？いや食べましたね。よく太ったと思う人。ママめっちゃ太ったと思う。じゃあママから。ここに来た時は46キロです。でもね、みんなねカメラ持ってるからね。太ってるのか。7キロですか、1週間で。はい、まあ、結構太りましたね。結構太りましたね。結構太りましたね。帰ったらまたオートミール生活始めます。次パパ。パパは 63.8 でした。どうぞ。痩せてた。寝なきゃあるか。動きまくったからね。そうね、歩いたり泳いだり結構いろいろしたからね。分からんぞこれは。
きます。65.8 65.8 2kg。 綺麗に太った。あんな動いてたのに歩いたよ、泳いだよ。歩いてなかったらもう70kg だったってことよ。いやパパ死んでもいい。すげえ。かほちゃん元の体重が 27.6 です。この1週間26 28.8 1.2kg 増えました。大丈夫か、細いからまだ。もっと取って。もっと取って大丈夫です。そして成長。成長結構食べたよ。前回 23.9kg 30kg。24.6 あれ 0.7kg しか太ってない。 7kg しか太ってない。もう一番だ。ちょっと待って、この中で一番太ったのはパパです。パパです。